あ。<laughs> テック TikTok ありがとうティ !TikTok 載せたよ今ちょっと今もさインスタに載せる動画を編集しててまあ終わったので載せるだけなんですけどあとなんかそれでもう気づいたら日付こしてたからやばいと思ってとりあえず配信つけましたちょっと今から載せるインスタ TikTok はさっき載せたので見てください見て TikTok なんかエフェクトしたのになってなくて悲しかったけどんお前超えてる超えてないよえっとえっとのせる やっと終わった大変だった完成したのでそうそうそうこんばんにゃあそうや今カレー愛の YouTube そうそうそうこれいけてる なんかさ、限定公開になってたから、スタッフさんに限定公開になってますって連絡したけど、まだっぽい。あのぜひ、私の、あのー、ツイッターの URL からだったら見れるので、私のツイッターに YouTube のリンク貼ってるので、そのリンクから見てください。今日、私の YouTube が更新されました。あの、デートに行ってきたんですけど。デート。 デートデートしてきた <laughs> それのあのー、やつがあのー、公開されたので今日見てくださいあれはねカレー愛のピンポン玉入れゲームで2人1組の5ペア 5, 5グループあったんですけどカレー愛10人でそうあのー その5グループの中で私とリエのねペアが優勝しましたのでいけました <laughs> 優勝したのでご褒美としてあの連れて行っていただいた企画ですただただ下北沢を堪能しましたカレーをちょっと待ってこれどうやってやる アンダーバーバ載せようやっと終わった編集がマジ動画のこういう編集全然せんからさ不慣れすぎて大変動画 MV 見たありがとうアイドルでよかったね MV ねそうリプ編企画もあったそうそうそう 見ててくれありがとう MV! コメントもあとね10件ぐらいで100コメントいくので YouTube のコメントぜひみんな YouTube のコメント3桁早くい,いたねってなるようにコメントしてくださると嬉しいです新曲 MV のこんばんはこんばんはみんなこんばんはそう あ、12月29日のフェス即完売やったのえ、なんかあれ、誤作動かなんかわかんないんですけど、あれですよ。21時受付開始で、21時には、完売みたいになってたみたいなんですけど、全然変え、変えたらしい、その後。変えるらしいので、21時ちょうどに、チケット、29日のさ、年末のチケット買おうと思ってリンクタッチしてくれた人多分変えない、 完売だーみたいな1分経たずして「乾杯だ」みたいななんか変えたみたいな話をツイート見ましたファンの方のカレ合いでつぶやいてくれてたそうなんか分からんさすがにね60秒も説て売り切れはなかったみたいよそう,えそうそうそうらしいなんでもしあれだったら今見てくださると嬉しいですいつ見たかな10時いつ見たかないつか変えましたみたいな 1> 1回完売って出てたけど買いましたよかったですみたいなツイート見たそうえーってそうありがとう21時にアクセスしてくれてそうなのよぜひもはや懐かしいピンポンそうえあれねあのカレー屋行ったのも結構前なんですけどあれはやばいやばいちょっと待ってやばいこんな遅くなっちゃう時間があの先のせよっかな ややっっぱこうやってショールームを始めちゃうと絶対できないこれ更新ちょっと10秒黙りますちょっとこれパッて載せますインスタに動画を載せるえっ、ー、とそうそう スタンス早いんでそれさっき七さがショールームで言ってたでしょ「私だけかな美容院行くから」って言ってたよね多分七瀬だっ美容院行くから早いらしいそうそう,そう見てたさっきかわいいえっ、ー、と ででよし。 くしゃみれそう,うんあ間に合ったミュートが <laughs> あチケット取れたよかった今配信した意味がとてもあったやったやったん てか,かもうやばいうんボッサボサ髪 <laughs> よかった買えてそうよかった配信した意味があった一個いろんな意味があってから意味がありましたよかったそう29日のチケットねよかったまだ残っててねだって販売時間に買おうとしていただいてたのに買えなかったってで今見たらあれだったよかった買えてよかったありがとうリンク先に戻ってくれてまた そうミュート完璧完璧すぎたよね間に合ったぎりマジでねミュートボタン押すのドキドキするのよミュートボタンの隣に画面の内カ面と外カ面の切り替えボタンがあるから一歩押し間違えたらマジ外仮面になっちゃうっていう危険。 よし載せる見てねインスタツイリーにした今日のひなたちゃんの今日のひなたちゃんの様子が見れますあのストーリー見てください24時間で消えちゃうんですけど行く今から更新押す押すぞ行けアップロード中だアップロード中アップロード中普通のボタン押してもいいまあ今は全然いいよ 何もバレて怖いことは映ってないめっちゃ綺麗だし今はいやっぱりおうち頑張れ頑張れもうちょっとで、ね、いくぞいくぞいくぞーあとね0 2ミリぐらいよしいたいたいた見て,ーみーてー 見てーえ、TikTok うわーやばい TikTok 流れちゃったやばい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 私のあやばいやばいやばいちょっとミスあはははウケた TikTokTikTok あと9人で、ね、1500人9人 9人の方フォローしてくださいキリがよくなる <laughs> TikTok 今見たらあと9人で1500人インスタはあと11人で1600人1600人ってなんか2000人いきたいね一旦目先の目標そうそうえ見た おてかフローするぜぜありがとだすごいかえー、見てくれてるこのコメントは今私のインスタの投稿を見ないとできないコメントだ肩のひとさナイス見てくれてるなう早いね仕事暴れとる暴れてない前髪切ったな前髪切ったよ前髪切った前髪切ったけどその後歌って踊ってわー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 ,ワーもう汗かいてきたから。 さあちょっと今くしゃくしゃなんやけどもっと綺麗だ綺麗なんか今変な跡がついてるけど前髪切ったここが見えるようになったキューティクルーウ見てあれごめん見 <laughs> てーめっちゃあの撮ってもらった撮ってもらったの コメントしてくれてる、本当だ。インスタにコメントしてくれありがとうみんな。ほら本当にほら来た。優しいマジで。ありがとうございます。えい用みたいなさ、TikTok。その、うんうん。

嗯嗯。<laughs> 今ちょっとしてたしてた美容師の資格を取らなかったことを心から公開しましたそうよ美容師の資格取ってたらさあの私お願いしてたよあのお願いしますって私の前髪切ってくるやーって言ってたうん、うん、くしゃみしたさっき「たかはハートありがとう」そうそうそう しょうないすよじゃあみんな今から美容師になりたい人生だった美容師の資格取ってくださいぜひお願いしに行きますのでそう歌って踊ってわわそうない見てこのわかれつるんつるんやばいほらこれですこれ、ね、かかここも切ったここも切ったの切った 画面どうせ映ってないけどあっカンゼさんあこれあれやザファトルテみたいな違うブッシュルノエルかブッシュルノエルありがとうありがとうそうブッシュルノエルえっとすごいやろそうここここ切ってここも切ってここも切って ツヤツヤになった彼見に来てる、ね、日曜日のクリパか月曜日のマーキーか23日のミニティフ豊洲であるやつか29日のスキルドロップさん主催ライブで見に来てください <laughs> 年明けも2日と4日にライブがあるんですけどまあ ねえもうそんなんもう数週間経っとるからあれやっけん多分今今日が今がベストなのでみんな見に来てねシャンプーの CM を目指すかしこまりほらき頑張るシャンプーの CM できるようにシャンプーの CM 捨てる人ってさ顔も可愛いっていうか美人じゃんか私も美人になるように頑張りますイケイケ楽しんでないよろしく そうみならさんちはるちゃんみならさんこんにちはそうあと1 0ンチキロえせっかく髪伸ばしたのに私は私はせっかく髪伸ばしたのになせっかく髪伸ばしたのににょにのり 24じゃないあ23って言った 24, <laughs> 24ミニティフは23は何だろうリハじゃないリハしそう。 ありがとうぜひコメントしといてください「福田さん芋,ず芋食べれてよかったね」とか「福田さんピンポン玉優勝してよかったね」「ご褒美でカレー食べれて」とか「こじこじにも会えてよかったね」とか「福田ひなたちゃんっていう子かわいい」とか「福田ひなたちゃんポニーテール似合うね」とか「うん何する?」「福田ひなたちゃん今ショールームなうでぃす」とかうんなんかしといてくださいよかったら。ニコニコで見に行くので。 この後お風呂入ったあと入,入りながら湯につかりながら見ますみんなの YouTube のコメントあのアイドルでよかったの、ね、MV のもだけど「アイランビ y o ありがとうあんちゃんきよいよ福田日ひなたちゃん面白いね」とかうんそう面白いねとか,、うん、ねとか何でもいいよふくらひなたちゃんって書いてあったらふくらひなたちゃんって言うんだなってそう ふくらこう子顔って心の中でコメント心の中ダメちゃんと出してくれてるコメントそう「ふくらひなたさんのシュシュかわいいね」とか「あちょっと待ってねシュシュかわいいね」ってあのシュシュねリアに借りたの東京に持ってきてなくてシュシュでどうしようと思ってそう集合の前にリアに連絡してもし使わんシュシュあったらなんの柄でもなんの色でもいいけん貸してって言ってあれはリアちゃんに借りたシュシュですかわいいそう そそうそうジャムキティーかわいい個ありがとう十個ジ,ジャムキティーレインボーストありがとうえふくひなさん十分美人なんだがありがとうえそうそうインスタ見てサラサラ髪見に来ましたあありがとうインスタ今載せたしゃべりながら配信であの動画のモザイクかける編集はあの配信が始まる前にこう頑張ったんですけどくって前髪はね ダンスしてちょっとぐしゃぐしゃになっちゃったんですけどあのここはまだ生きてるだから今日は髪の毛結ばなかった髪の毛結ばにゃかったにゃかったにゃかったにゃうおお そう、髪に注目します、ね、よろしく。髪結んでたらごめん、髪型分からんのよね、クリーパーの髪型メイクさんいるのかなあの生写真の時はあれだけど、あなんか雪きた、ありがとう。そう、そう、私ね、そうなんよ、今、コメント、ちょっと前のコメント見てんだけど、そう、私ね、緑なんですよ、クリスマス衣装。 まあ、クリーパーであれを着るかは、ちょっとまだあれだけど。おそらくあれ着るかなって勝手に思ってる。そう。トナカイ、私、ツリーだったんですよ。みな、み、あのー、今日出たんですよ。クリーパーの、昨日かなそょから最近マジで、なんかわかんない。あんまり傷クリッパの調査出たのって今日だっけ昨日。わ分からん。今出たんですけど。で、生写真のサンプル画像も出たんですね。 はい、私の今回のクリスマス生写真のコスプレはサンタでもなくトナカイでもなく雪だるまでもなくリーです <laughs> マジウケるんやけどマジビビっためっちゃビビっためっちゃウケやん、うん、マジ笑ったストレートねいや本当綺麗着替えほんときれ気合入れてきた髪サラサラにしてきた いい,いいでしょう藤玉ちゃんショーン渡目さん千春ちゃんそうぜひ私の生写真ゲットしてくださいランダムなのでねそう福平ツリーねマジさウケた生写真撮影の時にあの誰々はこの衣装って決まっててそう「えっんか緑何こなんだこれ?」と思ったら「ツリーだよ」って言われてハ爆笑。 マジ爆笑だからみんな一応緑の服で着てください緑の服がない場合は緑あの白の T シャツとかを緑に染めてくるか私とお揃いの私の生写真とお揃いのコスプレを買ってくるかはいみんな緑のツリーで着てください <laughs> よろしくごめんねそれでひあの なたちゃん当日ソナカイとか雪だるまとかサンタになってたらでもついかなって思ってるので髪は緑にするいいじゃんえなんか一日だけ染められるやつとかあるくない緑になんかスプレーみたいなんでやるやつガチ染めじゃなくてクッパのコスプレ緑だからクッパにするいいじゃんよろしくその格好でさすがに街なんかいやちゃちゃちゃ着替えたらいいんよそうそうそう よろしくね待ってるえめっちゃおもろくないね私さその生写真さあ,あのね衣装でも雪だるま1人クリスマスツリー1人トナカイ3人あとサンタとかなんですけどまああのねちっちゃいサンプル画像じゃわかりにくいかもしれないんですけど10人全員違うのなんかサンタさん 確か5人ぐらいいるからみんな一緒とかって思ってるかもしれないんですけどあのー、サンタさんもみんな作りとかデザインが全員違って全員違う衣装なんですよねだから生写真そういうとこにも着目して買ってみ買った時にランダムなので見てみてください同じトナカイでもデザイン違うし同じサンタでもデザインが違うそう 髪緑にしたら家帰るいやちゃうちゃうだからそのなんか一日だけみたいなやつあ帰りか帰りは男女性の方はちょっとあれだけど男性の方とかにニット帽をかぶったら完璧じゃないだから家出るときは黒髪で来て弱荷の物販並んでる時にスプレーで緑にしてしたらできるそうそうですね っていうか今日何百回訪問の人めっちゃ多かった。ありがとうキリバンの300回、500回、200回訪問の方。ありがとうございます。脇役。緑ないのでトナカイでいいですかダメです,ダメです。ダメです。緑がない人はトナカイもサンタもダメです。リィキュラルマンもダメです。もう緑がない人は猫のコスプレをしてくる。っていうので、どうでしょうか。はい。<laughs> 楽しみ。 スリーになれるかな私ちょっとまだ分からん。なれるかなと思ってる。通販早くと分かった。了解。通販ね。ツリーがなんかありがとうあ、終わっちゃった。あの、あれが来てた。雪が来てたから、雪キャッチしてみた。ああ、ありがとう。誰どなたですかあ黄色やバターだ。え、分からん。違う。タカだタカありがとう 雪降らせてくれてありがとういっぱいありがとうはるちゃんハートありがとうハートそう髪の色オリーブ系にしといてオリーブ系っていうか地毛なんですよごめん地毛なんだわ染めるつもりないマジでもうん染めたくない本当にやだめんどくさいしだから地毛が別に 漆黒の黒みたいなんじゃないからさ地毛で生き,生きてるそう緑のタダキみたいな赤いキツネと緑のタヌキそうそしたら福倒しってわかるなんで猫猫緑の服着てるか緑の服しないやったらシャーナシ猫だったらまあ福倒しだなと思って見ておくはい 韓国料理屋のそうそうそうどん兵衛どん兵衛のパッケージをあれってことどういうこと

mm-hmm, yeah でしたいわりでた弱いじゃんそうこじこじそうこじこじは私が数少ない読んだあの「早いいね早っ!」Twitter の「いいねはや,いいねはや今私がこう顔を上げたこうこの時にツイートボタン顔を上げたらもう「いいね」の通知来た「早っありがとうショールーム見ながらツイートも見てくれてしれっとツイートした。 目枯らしてしまうそうなんか「こじこじ」と「ちびまる子ちゃん」あと「崖の上のポニョとかしかあんまりもうほんとにちょっとしか読んだことない」「こじこじ」大好きだったそう早めに言ってくれたらドンキで現地調達が現地であれ緑のやつ買うよろしくみんなそう よろしく一緒ににツリーになろうえウケるマジでさそれでさあの生写真撮影の日にさ聞いたのよスタッフさんに「えなんでこれはなんでこれなんでこれあの私これになったんですかあの嫌とかじゃなくて普通に面白すぎて気になるんですけど」って言って。 スタッフさんに聞いて「えこのどのスタッフさんが選んでくれた,くれたんですか?」んか聞いてめっちゃ気になりすぎてそしたらまあ教えてくれたんですけどなんかそうまあ福比にはこれってなって決まったらしいめっちゃウケる七瀬ちゃんダですえそうさっき見てた配信えこの今インスタとにインスタに載せた動画のモザイクのかけ方がいまいちあれでさんに LINE してたのよんなんかメンバーの誕生日の時にさ メンバーの動画上げてくれるやんかだからそのモザイクどのどうやってやってんのってちょうどしてて聞いてでその LINE が終わってちょっと経ってから配信ついてきたから7の配信行ってたで私は7の配信聞きながら教えてもらった方法でこの動画を編集してました目に優しい確かに目に優しいねツリーそう スタッフさんね全然怒ってないあのめっちゃおもろいんですけど私だけツリーなのって言ってそしたらなんか福比にゃっぽかったって言われましたなんか10人で被らないようにするからこう考えるじゃんいろいろでなんかまあそうこの子はこれこの子はこれみたいな福比にゃはツリーってこうなったようで満場一致だったようでありがたいです誇りを持って誇りを持って私ツリーになるから。 ぜひ生写真ゲットしてください <laughs> してくださいね緑の服ないえあじゃあ,あの染色液で染めようかそう受けるそうほり高きツイなんです本当に誇り高きツり。 でも私もそうそう緑の服を着ることないからさやっぱ新鮮だったよねすごいそう高そうな美容院やね広いあなんか新店舗になったばっかりなんですよね新店舗になってからは初めて行きましたそう千春ちゃんもサラサラ継続してるグッとそうあのみやたんも一人だけあれなんですよ 私とみやなんそうだからあのガヤですねサンタとトナカヤの <laughs> YouTube 上がってる週一あそう毎週金曜日にあのいつだってカレー屋チャンネルは上げられてますね今週は私とリアのカレー愛ご褒美企画で下北下北沢で食べ歩きとかカレー屋さん巡りをみたいなのをねしてる動画です見てね そう嬉しいよねでもあんな2人だけの動画をあげてくれてふだん10人とかやからさ2人で楽しく行ってきましたマジでお腹いっぱいだったちょっと前に私が先月ぐらいに「お腹いっぱいすぎてやばいまだ苦しい」とか言ってたのはあのロケ撮影に行ってた日ですねめっちゃお腹いっぱいだったなんかカレーがねめっちゃお腹にきた。 見た方は分かると思うんですけど2種類のカレーが一皿で食べれるみたいなやつ食べてめっちゃ美味しかったマッチボーンハートありがとうハートありがとうそうそうしょうごさんこんにちは福にありがとうございますカレーのアイブリーっていう10人組アイドルグループの福野ひろたっていいますよかったらショールームとツイッターインスタ TikTok やってるのでフォローしてくださると嬉しいですありがとう来てくれて エクラさんが好きなのかなカレー愛そうカレー愛でカレーあの食べ物の方のカレーの愛ラブそうそうカレーラブっていうあのカレー愛っていうのを毎週水曜日にあのカレーナイボリー公式のショールームアカウントで配信してるんだよねそうガヤワックスはみんな主役みんな主役だねそうだねそう福平のそうめっちゃ 瞬殺いいねでした。ということで、そろそろランキングを読もうと思います。よしおくん、バラありがとうクリームソーダそう。あ、やばいよね。コジコジ。なんか、コジコジなの知らなくて行ったの。クリームソーダが飲みたくて行ったら、店に着いたらクリーム、あの、なんか、ちょうどコジコジとコラボしてて、めっちゃ嬉しかった。コジコジだーってなって。オフショットもツイッター載せたので、見てくださいよかったら。あの、私とリエが、 こここじこじの人形を持ってこうやってってる <laughs> そうやスーパーで買い物してるおお近況報告ありがとういいじゃんあのこの時間とか安くなってたりするからいいよねお疲れ様今日もそうということでランキング読みます15位十五位エリカちゃんエリカちゃんいつもありがとうこちらこそ14位いっ13位マッチボー 12位、千春ちゃん。11位、ひなです48歳。10位、富山るん。9位、おためいしさん。やっぱり、服ひなやなってコメントしてくれてたごめん。読んでなかったけど、目で読んでた。発言してなかったけど。嬉しいおためいしさん。いも。8位、まさきさん。7位、山田くん。6位、山ま子さん。5位、あつのりさん。ありがとう。4位、かんざさん。ありがとう。3位、たありがとう。2位、カメレオさん。ありがとう。そして1位は、トゥルトゥルトゥン。 ジャムキティありがとうランキング読めなかったみんなもありがとうございましたあーそうつづりのパフェ今日なんか今日いっぱいツイートしすぎてもうわけわかめ今日の昼ぐらい違う朝かな昼前ぐらいにツイートしたやつつづりの抹茶パフェそうあれはね伊勢丹のやつそうそうそれだよあのサンリオ店に行った時に 京都で食べたサンリオ店サンリオ行ったからしょしょんしょおいしかったにゃん明日も入ったありがとうよしおくんハートありがとう配信見れたから明日も仕事頑張れるくっとっとありがとうこちらこそ見てくれてああれですもう多分皆さん詳細見てくださってる気がするんですけど該当する方は該当 あのー、今日の配信で話に出でなかったから一応言っとこう。あのー、クリッパーなんと、はじは、2回目の撮影会もあるので、普段は特典会でお話しできるだけなんですけど、クリッパーは、特典券2枚分で、撮影、皆さんの iPhone とかで撮影できる。撮影会もあるので、ぜひ、 そちらもメンバーと一緒に自分のスマホにあの、ね、データが残る機会ですので彼合いが撮影会やるのは2回目かなぜひお話もしくは撮影とかそう撮影もあるのでぜひ皆さん緑の服を着てくてくださいねあそう浴衣イベントみたいなやつそうそうそうメンバーとそう撮れるんでぜひ来てください 写真撮ろうね一緒にそうん。よろしく。同じ感じだと思うだって5人5人だから。そんな気はする。5人のやつ。ね。5五かな。そう。ということでよろしくお願いします。ということで、ね、カレンのアエボリーの福田ひなたでした。最後まで見てくださってありがとうございました。毎日配信とか。 ツイッターとかインスタとかティックトックしてるので、見に来てください。あ、じゃなくて、フォローしてください。間違った。ありがとうございました。また明日ね。おやすみ。寒いから暖かくして寝てください。バイバイ。今日フォローしてくれた方もありがとうございます。また明日も会いましょう。バイバーイ。